おい、それ以上近づくな。男に用はない。人を探している。お前、ウォールマーケットは初めてか？だったらなんだ？屋敷は立ち入り禁止だ。特に男はな。はいはい、じゃあ私。女の場合はもっと面倒だ。あ、でもレズリーさん、なかなか可愛いっすよ。なかなか？なかなか程度じゃ難しい。どうにかならない？ここがどういう場所なのか知ってるのか？エアリス。レズリーさん、やっぱり可愛いっすよ。スタイルはともかく。クラウド、私暴れていいかな？いや。代理人から推薦状をもらえ。そうすればオーディションに出られる。代理人って？ウォールマーケットにはコルネオさんの好みを熟知した3人の代理人がいる。まずチョコボ小屋のサム、そしてテモミアのマダムマム、最後がミツバチの館のアニアンクーニャンだ。全員一癖も二癖もある連中だ。推薦状はおそらく簡単じゃない。そっか。でも、うん、わかった。ありがとう。エアリス、本気なのか？他に方法ある？でも話は聞かせてもらったぜ。ティファはコルネオの屋敷にいるんだな。え？でもって、コルネオの屋敷に入るには代理人の推薦状が必要ってわけだ。はあ、いいか、ティファを助け出すのは俺だ。よし、待ってろティファ、今行くからな。話ちゃんと聞かない人だね。ああ、やっちまった。なんだ、またお前らか。大馬鹿野郎。何度来ても同じだぞ。帰れ帰れ。違うの、私をコルネオのオーディションに推薦してほしいの。なあ、どうかな。いいぞ。本当？ああ、次があったら姉ちゃんを推薦してやるよ。それじゃあ間に合わない。今回はダメ？今回？無理無理。ティファちゃんっていう逸材を送り込んでんだ。でもティファじゃなくて私が選ばれるかもしれないでしょ。そんなに推薦が欲しいのか？欲しい。じゃあ勝負するか。さて、裏か表か。当たったら姉ちゃんを推薦してやるよ。外れたら迷惑料を置いて帰んな。裏だ。残念、表だ。まあ正直言って姉ちゃんは可愛いけど、コルネオさんの趣味じゃないと思うぜ。それでも諦めきれねえなら他のやつを当たるんだな。そのために代理人が3人もいるんだ。じゃあな。待て、そのコイン見せてくれないか？やっぱりな、裏も表もない。ずるい。ウォールマーケットへようこそ。というわけか。負けないから。俺が話してくれる。エアリスはここで待て。え、どうして？私も行くよ。でもだってクラウド交渉できないでしょ。いらっしゃいませ。あ、どうも。
オールマーケットが誇る最高のエンターテイメント、ミツバチの館へようこそ。ハニーガール、またはハニーボーイのご指名はありますか？アニアンクーニャンに会いたい。当店のナンバーワン、アニアンクーニャンですね。ではご予約のお名前を頂戴してよろしいでしょうか？いや、予約はしていない。それは大変申し訳ございません。現在アニアンはご予約のお客様で、向こう3年間は埋まっておりまして。そんなに？俺たちはただ会って話したいだけだ。オーディションの推薦状が欲しいの。そういうことでしたか。しかしどちらにしてもご予約がないことには。そこをなんとか。ごく稀にアニアンが気に入ったお客様をお呼びすることがございますが、お客様からはどうすることもできないかと。申し訳ありません。仕方ないね。他の人当たってみよう。いらっしゃいませ。お二人ですね。どうぞこちらに。本日はどういったもみにいたしましょう？もみ？あ、ご新規さんでしたか。うちは手もみ屋って言いましてね。人間手が疲れてるとろくに金勘定もできやしないでしょ。そんなお客様の疲れをもみもみと手と手の濃厚なスキンシップで解消させていただきます。というわけで本日はどういったもみにいたしましょう？俺たちは客じゃない。と言いますと？私をコルネオさんのオーディションに推薦してもらいたく。まったちょっと黙りな。勝手に口開くんじゃないよ。全くまた変なの来たわ。ちょっとバカし、若いからって許されるとでも思ってんのかね。で、なんだって？頼み？あのね、二人さ、うちはてもみやもんでなんぼの店なの。客として来たわけじゃないの。てめえら、頼み事があるならまず客として揉まれるのが筋じゃねえのか。あんた、名前は？クラウドストライフ。手を出しな。え？早くしな。戦う男の力強い。それでいてしなやかなって。いいわクラウド、あんたが誠意を見せなさい。話はそれから。さ、どのコースにするんだ？じゃあ奥の部屋までいらっしゃい。クラウド。リッチなお客にはふさわしいおもてなしを。まずはハンドクリームを指の一本一本にねっとりと丁寧に塗り込んでいくからね。それじゃ指先からいくよ。ほら、力抜いて、悪いようにもしないからさ。あら、痛かったか？いや。次は指の付け根を揉んでいくよ。凝り固まった老廃物をどんどんと流していくからね。声出してもいいんだよ。我慢は体に毒だからね。最後に手のひらのツボを優しく刺激していくよ。こんな風に。おや、どうしたんだ？声が漏れてるな。ここが気持ちいいのかい？ここはどうだ？それともここかい？
気に入ったらまた来てちょうだい。はい。私をコルネオさんのオーディションに推薦してほしいんです。そりゃ随分と物好きだね。まあいいだろ。本当？ただしその格好のままじゃダメだよ。え？そんな貧乏くさい格好した女を連れてったとあっちゃ代理人としての信用に傷がついちまうからね。この服ダメ？言わせておけ。気に入ってるんだけどな。あんたらイチャつくなら店の外でやってくれ。あ、ごめんなさい。でも服どうしよう。心配しなさんな。私がコルネオのハートを射抜く服を見つけろってやるよ。払うもんさえ払えばね。いくらだ？ざっと100万といったところで、あんたらが払えないってことは100も承知さ。だから提案があるんだよ。この町には地下闘技場があってね。クラウド、あんた私の推薦で出場しな。そこで優勝できたらエアリスをとびっきりの美女に仕上げてやるよ。賞金が出るのか？うん、推薦人の私にね。どうだ、乗るか？わかった。いい返事だ。こいつを受け取りな。もう受付は始まってるからね。急いで闘技場へ向かいな。今からエントリーだ。たっギリギリだな。二人で出るのか？いや、俺だけ。二人でお願いします。推薦してもらうの私でしょ。だったら私も出る権利あるよね。じゃ、お二人さん、地下の控え室へ進んでくれ。思ってたより降りるね。どこまで続いてるんだろう。何人ぐらい参加するのかな。クラウド、緊張してる？いや。だって口数少ないから。あんたは少し緊張した方がいい。おい、こっちだ、急げ。眠らない都市ミッドガン。中でもひときわ輝くキラ星、ウォールマーケット。あなたの欲望を受け入れ叶える街、ウォールマーケット。あなたの誘惑に目移りすることなく集いし皆様、ようこそお越しいただきました。ご安心ください。今宵世界で最も熱い場所はウォールマーケットのまさに今、ここ、地下闘技場で間違いありません。優勝賞金はなんと100万ゲル。ルールはたった一つ、相手を叩きのめす。寒風の日までに打ちのめす。勇者なら地へどを剥がせ。舐めさせた者だけが、最後まで立っていた者だけが賞金と名誉を得るのです。さあ、地に植えた野獣どもが放たれる瞬間を今か今かと待ち望んでいます。大変長らくお待たせいたしました。異種格闘デスマッチコルネオ杯を開催いたします。ああ、あんたたちか。どうしたの、その顔。少しばかり金が必要になってよ。前座試合に出てみたらこの有様さ。あんたらもやべえところに足を踏み入れたな。悪いことは言わねえから、さっさと逃げた方が身のためだぜ。クラウド、エアリス組、まもなく試合が始まります。入場ゲートまでお越しください。逃げる気ないよね。準備はいいか。せいぜい死なねえようにな。た
て、次はなんとカップルでの出場だ。なんたる場違い。しかも初参戦。見てつかない。怖いもの知らずのカップルは果たして無事に帰れるのか。クラウド&エアリスの入場です。さっさと負けろ。入れ入れ。ついでかよ。姉ちゃん、しっかりサービスしてくれよ。なんか燃えてきた。対するはウォールマーケットが誇る猛獣使い。今宵のリングも彼らの食卓となってしまうのか。本日はデザート付き。滴る赤、こぼれる姫、暴飲暴食猛獣ブラッディーテイストの入場です。行け。人じゃないの？はぁ、シーフォートが人じゃなきゃいけない規定なんてねえんだよ。さあ盛り上がってまいりました。人が猛獣にどこまで食い下がれるのか、皆様まばたき厳禁でお願いします。それでは1回戦第4試合レディーファイト。まずは1回戦突破だね。どうかした？ルールが曖昧すぎる。ああ、次はちゃんとしてるといいんだけど。いや、期待するな。用心していくぞ。運よく勝ち上がったな。ただ、次はそうはいかないぜ。準備はいいか？ま、無理はしないことだな。続きましては、準決勝第2試合です。まずは、初戦をあれをあれよとすり抜けたラッキーカップル。ふざけんな、空気読めよ！クラウド&エアリスの入場です。廃墟からの刺客、盗んだものは数知れず。アウトローの街から弾かれたアウトロー。皆様、お手持ちの貴重品を今一度ご確認ください。極悪卑劣ベグ盗賊団の入場です。はい。あの人たち、ここであったが、あふれめ。恨み、晴らさせて。恨み。100年？100年も経ったか？うるせえ！嫌がる！え？何？おおっと、これはどういうことだ？どうやら盗賊チームは8名でエントリーしたようですね。え？ずるい。ここはルールもよく闘技場。コルネオがいいって言ったらいい。オッケーが出てしまいました。わあ、めちゃくちゃ。だぜに無勢、ここに極まれ。大乱闘が予想されます。皆様、見失わぬよう決して目を離さないでください。それでは準決勝第2試合レディーファイト。なかなかやるじゃねえか。そりゃそうさ、あたしがもんだからね。それにあの手、視線の一つや二つは超えてるね。ふん、この町じゃ珍しくもねえよ。ともかくお互い決勝だな。かけるか。変わらないね。あんたいつか路頭に迷うよ。そしたらまたお前のところに転がり込むさ。人生で唯一の汚点だよ、まったく。アニアン様、あの殿方美しいですね。
次、決勝だね。ああ。浮かない顔してる。相手がまともに来るとは思えない。うん。でも、ここまで来たらあと一歩。二人で頑張ろう。恐れ入ったよ。まぐれじゃなかったんだな。決勝戦、準備はいいか？俺はあんたらにかけたからな。頼んだぞ。皆様、大変長らくお待たせいたしました。予想外の展開を見せた今宵のコルネオ杯もあと一試合を残すのみとなりました。名残惜しいのは我々も同じです。しかし物事は必ず終わりを迎えます。ならばその終わりをみんなで大いに盛り上げようではありませんか。おう、まずは小柄ながら並いる強豪を華麗になぎ倒し大いに盛り上げてくれました驚異のカップル、マダムマム推薦クラウド&エアリスの入場です。尽くしたところで裏目に出ることだってあるさ。だから面白いんだ。でもそれ裏も表もないだろ。じゃあな。さてと賞金をいただこうかしら。そのことなんだがマム、すまない。コルネオさんからの指示でもう一試合行うことになった。ああ、それに勝利すれば賞金を払うそうだ。ちょっとあんたふざけてんのかい。コルネオさんの指示だ。これでティファを服を用意してもらうんだろ。うん。喜んでるところ悪いね。残念だけどもう一戦やってもらうよ。どういうこと？あんたらは盛り上げすぎちまったのさ。白熱する試合に客の掛け金も膨れ上がった。コルネオがこの機会を逃すはずがないんだよ。つまり？コルネオが推薦する最後の敵を倒してようやく優勝になるってわけさ。話違う。それは私が言いたいよ。ひぃー、つくばりめ、くそ。ああ、でも仕方ないのさ。この町ではコルネオがルールだからね。ただ次勝てばさすがにコルネオだって渋らないだろう。観客が黙っちゃいないさ。次が最後だな。そう願いたいね。もう賭けなんて関係ねえ。俺はあんたらを応援するからな。頑張ってくれよ。異例の盛り上がりを見せましたコルネオ杯、どうでしょう皆様。
このまま終わるにはあまりに惜しいとは思いませんか。そこでドン・コルネオより皆様へボーナスマッチをプレゼントさせていただきます。もちろん出場するのは今宵の主役、地下闘技場に突如として舞い降りた新生カップル、クラウド&エアリース。地下闘技場のさらに地下、地中深く封印されしモンスター、今解き放たれる。我らがドン・コルネオの秘密兵器、ヘルハウスの入場です。悪魔の家 VS 最強カップル、これほどシュールな対戦が今まであったでしょうか。ありません。あるわけがありません。歴史に刻まれるのは確実でございます。よそ見、まばたきは厳禁でお願いします。それでは最終決戦、レディーファイト。待て、案外やっけなかったね。いや、これからだ。おっと、なんだこれは。何？来るぞ。そうと決まったら早速取り掛かるよ。女の支度は男が思うほど楽じゃないんだ。そうだね、その間あんたはせっかくこの町にいるってのに遊び方もろくに分かんないって面だね。興味ない。まああんたみたいのは体使ってなんぼさ、何でも屋の手腕、ウォールマーケットでも振るってもらおうじゃないか。これが今紹介できる仕事だよ。私がもんだその手、擦り切れるまで使い倒してきな。さてと、それじゃエアリスついてきな。どんな服かな、楽しみ。服だけじゃないさ、そうそう、その素人臭い化粧と髪もがっつり手を入れるからね。わお。じゃあクラウド、後でね。覗くんじゃないよ。クラウドさん、ここでしたか。ティファが、その、ティファが、俺じゃもう。落ち着け。ティファがどうした。もうすぐコルネオのオーディションが始まるって聞いて、このままだとティファが。でも、俺じゃどうしようもないから。わかった。お供します。じゃあ、俺はここで。いや、その、足手まといになるといけないんで。マムの店に戻って、エアリスが出てきたら、俺が戻るまで待つよう伝えてくれ。了解です。お前か。推薦状は手に入れた。ん？あれは女限定だ。エアリスが選ばれた。ああ。一緒にいた女か、気の毒に。でもな、どっちにしても男は入れない。許可は求めていない。うん、やめておけ。コルネオさんは恐ろしい人だ。あんたがここで暴れると
誰かが責任を取らされる。それはお前が助け出したい人間かもしれないし、あるいは全く関係のない人間かもしれない。わかるか？ここはそういう世界だ。オーディションが始まるまでまだもう少し時間がある。もし本当に推薦状があるなら、その女を連れてこい。俺は進めないけどな。おい、どけって。偽物じゃねえぞ。散れ散れ。お待たせ。エアリスなのか？うん。コルネオはこういうのが好きなんだって。なんかあちこち盛られて不愉快。そうかクラウド。すまない。それよりエアリス、ジョニーの伝言は聞かなかったのか？待ってろってやつ？聞いたけど心配だもん、はあ、ここは思っていたよりも危険なところらしい。オーディションで何をさせられるのかもわからない。やはり一人で行かせるわけには。一人？そんなつもりないよ。ほら、こっちこっち。どこへ行くつもりだ？私、マムからいいこと聞いたの。クラウドのこと気になってる人がいるって。ミツバチの館、代理人のアニアン・クーニャンに推薦状もらうの。そしたらクラウドも一緒にコルネオのところ入れるでしょ。クラウド、女の子の服も似合うと思う。おい、マムが言ってたけど、アニアンに目をつけられるなんてめったにないことなんだって。だから絶対いけるよ。いや、ティファを助けるためでしょ。待て。いい？するしないの話はこれで終わり。どうやっての話しよう。アニアンは人格者だって言ってた。あのマムガだよ。だからまっすぐ事情を話してみよう。当たって砕けろね。私たち監督も一体にならなきゃ。いらっしゃいませ。ウォールマーケットで一番のエンターテイメントステージ、ミツバチの館へようこそ。アニアン・クーニャンに会いたい。クラウド様ですね。お待ちしておりました。どういうことだ？アニアンよりお通しするようにと受けたまわっています。さあ、奥のステージへどうぞ。ステージ？ええ。さあ、奥の扉までお進みください。お待ちしておりました。アニアンご指名のお客様ですね。お客様、初めてですよね。ダンスの練習しときますか？ダンス？なぜだ？アニアンからの指示なんです。ほら、こっちこっち。待て。ではお客様、初めてじゃないな。ではでは、こちらへどうぞ。
よ。おや、クラウド。へえ、あんたも隅に置けないね。パニアに来るまでしばらくお待ちくださいね。筋肉すごい。ツンツンしてる。欲しいんだけど。いいだろう。では花嫁にふさわしいとダンスで証明してもらおうか。私について来られるかな。はい。
しゃ。いいね、キュンとしたよ。いいだろ、腕によりをかけてお前を最高の花嫁にしてやろう。さあ、お待ちかねのショータイムだ。よくお似合いですよ。本当の美しさは心持ち次第。いいかクラフ、美しさに女も男もない。物怖じせず進め。今日のステージやばかったな。見て見て、喜びのダンス。ちょっと興奮しすぎ。いいから来いって。だって楽しかったでも。この甘い香り、何？なんかぼーっとするような。ガスだ。一度出るぞ。くそ。クラウド。あらら、どうされました？大変な滑れませんか？いけませんね。ステレックまでご案内しますので、こちらでお休みください。それでは移動しますよ。どこ連れて行くの？足元に気をつけてくださいね。はい、盛況にあったよ。やってるだろ、コルネオさんのゲストだ。何かあったらぶん殴られるだけじゃつまねえぞ。分かってんの？いや、今回はいい嫁さんが集まったな。大丈夫ですか？あ、ティファ。はい。無事か？うん。そうか。もしかしてクラウド？お化粧してる？その格好。感想はいらない。他に方法がなかった。大丈夫か？うん、ちょっとフラフラするけど。こんにちは、ティファ。こんにちは。私、エアリス。クラウドの友達。一緒にティファを助けに来たの。ありがとう。話は後だ。今すぐ出るぞ。え？ここは危険だ。ダメ！まだ目的を果たしてない。え？あのね、クラウドと別れた後、7番街に戻ったら怪しい男たちがいて、気になって調べたら、コルネオの手先だったわけか。うん、
アバランチのことを探ってたみたい。でもそれ以上はつかめなくて、だから直接コルネオに聞こうと。無茶だ。オーディションに通りさえすればコルネオと二人きりになれるから行けると思ったんだけど、候補者は三人いるんだって。つまりその中から選ばれないとこの計画も失敗。それなら心配ないよ。残りの二人って私たちだもんね。ああ。ほら、三人が仲間なら問題ないでしょ。それはそうだけど、ティファと私とクラウド、誰が選ばれても安心。でもエアリス、あなたを巻き込むわけにはいかない。そういう遠慮はおそらく無駄だ。あ、クラウド、私のこと分かってきた。よし娘ども、ここに整列。はあ、見た顔だな。どっかで会ったか。まあいいか。よし、お前たち準備はいいか。行くぞ。我らがウォールマーケットのカリスマ、ドン・コルネオ様の登場で。はい。いいの、いいの。どのおなごにしようかな。はい、はい。お前にしようかな。それともお前かな。おひー、決めた決めた。今日のお嫁ちゃんは。今日の努力次第で明日も明後日も奥さんでいられるぞ。ゲス野郎。おい、今の誰だ。お前か。いいね、いい。その跳ね返り必死やってやるわ。今日はこの強気な女子だ。うわ、おい、拒む仕草がうぃの、うぶいの。あとはお前らにやる。よっしゃー。よし、お前たち、俺こっち。さあ、子猫ちゃん、俺の胸へカモン。照れなくても大丈夫、誰もいないよ。よく見ると可愛いの。寄るな。はい、これは進路線、たまらん。これは何だ。ギリシレギリシレ、ただの記念写真。写真一枚でみんな言うこと聞くんだわ。腐ってる。ああ、もっと褒めてくれ。おい、お前ら、お客さんだ。仲良くするんだぞ。これもコルネオ様の計らいだ。感謝の心を忘れんなよ。いや、コルネオ様、万歳。さて、お嬢さん方、準備はいいかい。準備？それならいつでも。ティファ、どう？うん、4人か。うん、急いでクラウドを迎えに行こう。うん。あ、お前、鳥
上の。何しやがる。エアリス捨てて。この野郎。待て。エアリスやる。今の方がすごい。アニアンから事情は聞いた。服と装備は返してる。あとは何とかするから、うまくやりな。ありがとう。古文は誰も来ないみたい。何これ。クラウド、服。おぎおほほほほ。うん、あ男じゃねえか。何がどうなってる。質問するのはこっち。七番街のスラムで手下に何を探らせたの。ねえ、はあ、何の話だい。しらばっくれても無駄。もう一度聞くね。手下に一体何を探らせてたの。言わないと切り落とすぞ。やめてくれ。ちゃんと話す。何でも話す。頼まれて片腕が銃の男のねぐら探った。誰の依頼。おひー、喋ったら殺される。言いなさい。言わないとねじり切っちゃおうか。おひー、シンラのハイデッカーだ。治安維持部門統括ハイデッカー。シンラ。シンラの目的は。それだけは勘弁してくれ。言った方がいいんじゃないかな。言わないとすりつぶすよ。おひん、姉ちゃん本気だな。仕方ねえから教えてやるよ。シンラはマコールを爆破したアバランチとかいう一味をアジトもろとも潰すつもりなんさ。文字通り潰しちまうんだ。プレートを支える柱を壊してよ。どういうこと。わかんねえか。プレートがヒュードカカカカカカーだ。6番プレートの事故と一緒さ。6番街スラムの瓦礫は見たことあるだろう。今度は7番街が俺になるってわけだ。ティファ、クラウド、行こう。ちょっと待った。黙れ。すぐ終わるから聞いてくれ。俺たちみたいな悪党がこうやってベラベラと真相を喋るのはどんな時でしょうか。勝利を確信している時だろうな。おお、当たり。アンドグッバイ。ほひー、落ちた落ちた。進捗はどうだ。タークスが動いています。
はい、順調順調。プレジデント、どうか計画の見直し、いや中止を。7番街直下のスラムには推計でおよそ5万。リーブ君、せめて避難勧告の許可を。また分別臭い顔で青臭いこと。リーブ君、これも発展の潤滑油だ。ひどい匂いだ。